こんにちは、スプルチヒコです。本日は、また試食をしたいと思います。今回買ってきたのはですね、こちらです。こういう缶詰のコーナーで売ってるんですけれども、サラダです。なんとこちらはですね、サラビリジャールッサーと書いてますので、ポテトサラダですね。でこちらがパボと書いてありますので、七面鳥です。でこちらがイタリアーノと書いてます。でこれですね、イタリアン風ということなんですけれども、ではまずこちら見てみたいと思います。こちらはですね、スペインはあのサラダルーサーといって、とてもあのどこのバルに行ってもあるんですけれども、ポテトサラダですね。これを開けるんですが、開け口はどうですか。あまりないですね、開け口の。こちらですね、コーヒーなんですね。でこちらですね、缶詰のコーナーなんですけれども、賞味期限結構長いんですね。2018年12月31日までになっています。で結果もちょっと開けましょう。開き方がちょっと分からないですね。ちょっと開きました。スペインは何でも硬いんですね。あまりこう消費者に優しい作りにはなっていませんね。このカバッと開けたらこうやって開きました。でこの後ろにこんなのがついています。これも取りにくいですね。あ、フォークで。そしてこういうのですね。でこれを開けます。とこのようになっています。本当にあのバルに出てくるサラダルサと同じですね。では中取りますと、マヨネーズがいっぱい入ってます。で、これは、キャロットですね。人参とかちょっと食べてみます。ツナ缶みたいなのも入ってますね。ちょっとマヨネーズが多いように感じがしました。旅の思い出にスペインでこういうのを食べるっていうのがいいかなと思います。では次ですね、これはイタリアーノとかありますね。ね、どうなってるかというと、ここをですね、ちょっとめくらないとダメですね。でですね、これを思いっきり、あ、こんな感じです。あ、落ちた。こっちは落ちてしまいますが、中じゃ開けます。でこちらはこういうふうにパスタが入ってますね。イタリアンとか色はですね、グリーンと白色のパスタですね。であとはコーンが入っていて、また、キャロットですね、人参。ではちょっといただきます。どうなんでしょうか。
まあ、最初の一口はちょっと麺、このパスタがこしがないので、なんかどうかなと思いますが、まあ、でも、まあ、あの旅の思い出にこういうのもいいんじゃないかなと思います。これはあのマヨネーズ類、すいません、これはあのマヨネーズとかは入っていません。では最後にこのパボです。犬が隣で見てますんで、ちょっとなんかの匂いに反応しているんですね。何でしょうか。これ開けます。ちょっとめくらまいて、開かないですね。開きました。今度はちゃんとついています。ね、ちょっと外します。では開きます。おお、こっちはとてもなんかあのオリーブオイルっぽいっていうんですか、ね、オイルがこうこんなんですね。ちょっとこう飛びそうで怖いですけどもね。で、中は先ほどのですね麺類も入っています。麺っていうか、ね、パスタも入ってますね。で、このパボというのはこのなんかプロセスフードのこういうあのハムみたいなものですね。あとは、コーンと玉ねぎですね、キャロットですね。あとピミエント、ピーマンが入っています。ということでマヨネーズとか入っていない。で、食べてみます。こちらは酸味が効いています。パブですね。個人的な好みから言うと、私はこれが一番いいですね。イタリア、ちょっとね、あのパスタが柔らかいんですけど、なんか味的にはこれが一番。以上です。このようにですね、スペインには缶詰になったサラダというのがスーパーで売っています。こういうのもあるということで、スーパーに行かれたらちょっとこういうのを買って、でホテルでパンと一緒に食べるっていうのもなんて思います。では以上です。最後までご覧いただきましてありがとうございます。